岐阜県各務原市のグラウンドで行われたサッカーの試合。小学生とシニアがボールの奪い合い、真剣勝負です。選手たちのお年は21歳。88歳。80歳。86歳。83歳。82歳です。90歳です。愛知県と岐阜県のシニアチーム、選手26人の平均年齢は84歳。ユニフォームのパンツが金色なのは皆80歳のお祝い、賛辞を迎えた証です。毎月2回ほどサッカーを楽しむ愛知県と岐阜県のシニア世代の試合です。試合ではこんなスーパープレーが。32番鴨山さん猛追します。キーパーと1対1、惜しい。森谷さん、まさかのダイビングキャッチです。小学生のシュートを横っ飛びでキャッチ。ゴールキーパーは参加選手で最高齢90歳の森谷秀夫さん。早く出せ早く。日頃の、サッカーが好きというやつですね。こういうのは、好きというよりはダメですね。生活の循環の一部になっちゃってるから。働いとったのは72歳まで働いてる、それ引退したら、何か趣味持たなかんという。森谷さんは高校生の頃にサッカーを始め、80歳になったのを機に岐阜県内のシニア向けサッカークラブに入会。10年以上月に2回ほどサッカーをしているといいます。試合は体力面を考慮して8人制で15分1本勝負。若い頃に培ったテクニックで体力自慢な小学生たちを翻弄できるのでしょうか。森谷さんのスーパープレーはその試合中に生まれました。ナイスキーパー。90歳とは思えないビッグセーブです。決定的に。そして森谷さんの蹴ったボールが前線へ。ここでカウンターのチャンス。84歳鎌山さん1人上がる。しかし4人に囲まれてしまいました。試合は小学生チームの猛攻に耐えられず0対2で惜しくも敗れてしまいました。いいシュートしました。あれはもう私はもう体で止めに行かな、止まらんって。今年90歳ですけど、あえて横飛びすることに恐怖感とかないですか。それを言ったらね、サッカーできません。90歳だとは思わないほどちょっとすごかったです。おじいちゃん強かったです。どんなところが強かった。パスを回しながら攻めていったり、カウンター狙ってきたり、ちょっと大変でした。そして2試合目は岐阜県内にある小学生の女子サッカーチーム。84歳攻め込むも絶好のチャンス。1対1。小学生のうまいディフェンスに阻まれました。今度は小学生女子のカウンターに森谷さんのナイスセーブ。積極的に前に出てゴールを守ります。2試合目は1対1の引き分けでした。敬老の日のサッカーイベント、なぜ企画したんでしょうか。生涯現役を目指しています。生涯現役を達成するためにはいろんな障害があります。一番大きいのは自分の健康、体力低下、老老介護ですね。だから私は仲間にもう一踏ん張りしようじゃないかと。80歳のじいじいは案外やるじゃないかと。ボールを追っかけて
シュートするというね、それを最後までやってみれたのが気持ちよかったです。まあ私の生涯はね、まあ一年一年をこう、目標にやってます。